エフティミオスマストロコスタス。エフティミオスマストロコスタスはギリシャの考古学者である。エフティミオスマストロコスタスは1915年にホキス県のイテアで生まれた。アテネ大学哲学部で学び、1938年に卒業した。当初、彼はイテアとリドリキで教師をしたが、後に軍に入隊し、従軍機将を授与されて功績を称えられた。その後、彼は、 ミュンヘン大学で大学院課程を修了した。マストロコスタスは1960年から1963年にかけて古代美術の監督官であり、1963年以降は古代美術のキュレーターを務めた。デルポイのキュレーターを務めて以降、アハイア県、エトリア・アカルナニア県、及びアッティカ県で古代美術のキュレーターとして従事し、発掘調査に参加した。 また、アグリニオ考古学博物館及び、ティッテイオ考古学博物館を創設した。アッティカの古代美術のキュレーターであったマストロコスタスは、マラトンからスニオン岬までの洞窟のすべてを歩き、その研究に携わった唯一の考古学者だった。彼の献身、義務、賞賛に値する勇気は、1969年にトリコスに p p c 火力発電所が建設され、 1972年3月に、杉尾ン岬に観光団地が建設された、困難な時代での古代遺跡の発掘と救済に、起因している。彼は特に素造、地形学、建築及び、戦士時代から現代までの個々の主題など、碑文の研究と芸術の問題に焦点を当てた、数多くの書籍と考古学の研究を出版した。マストロコスタスの豊かな蔵書は、 彼の死後に寄付され、アテネ被文博物館とボロスのテッサリア大学の間で共有された。彼は1998年8月20日にアテネで死去した。ありがとうございます。